か、あ、その辺の花を摘み寄るってこと？シルビアさん、花摘めるような状況じゃなくね。ほい、ダーハルーネの町到着。さあ帰ってきたんだけども、てか思うんやけどさ、あんだけざわ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 騒いどいて、こんな普通に帰れるもんかね。もう追ってはおらんってことかな。いや、にしてもさ、ほら兵士とか普通におるんやけどね。いるはずないよな。いや、すぐ横を走りましたけど。こっちの、こっちか。この辺やったよね、確か。あ、そうそう。値上げしてません？どうも。おや、あなたは。ご本。今から言うことはただの独り言です。あ、この人は気づいてるかな。いやー、褒めるし、将軍は悪魔の子を見つけ次第連絡せよって言いましたが。ドックを使う人をいちいち確認するなんてやってられませんよ。まさかここに悪魔の子が戻ってくるなんてありえないし、ドックを使いたい人は全員投影しちゃえばいいかな。いいね、その独り言。ありがとう。ありがとう、めっちゃいい人やん。通してくれた。どうも。船に乗って出発するでがすか？出発します。さあ、これで？これで、どこへ行けばいいんかな？あれが、あれがあれよね。オーブを捧げんといかん。オーブを捧げんといかん。あの、大樹の木か何か。え？でさ、結局、なんなん？どこなん？そ、ダーハルーネの町の北西、ソルティアナ海岸に船で向かい、ソルティコの町、ソルティアナ海岸。あ、あっこが目的地か。あ、確かに北西やね。なるほど、あっちや。方向が違う。ああ、待って。びっくりした。めっちゃびっくりした。魔法じじいたちが現れた。名前。最低。イェイ、もう全然。弱っちいわ。弱っちいわ。今私が出発したのはどこだ？こっちの。あそこか。あそこから出発したのかな。なんかあの辺、多分あそこやね。すぐ近くにこういう、あ、ここか。なるほど、ここやね。結構大きいとこ。なにこれ、光り輝きようんやけど。え、めっちゃ気になるんやけど。ソルティアの海岸におりますか。これこれこれ。あそこ入っていけるとこかな。歩いて入っていくのかな。お、ソルティアの海岸に降り立った。くそー。樽を持ち上げて壊せるかと思ったけど、できんかったわ。いきなり何しようとしてんだって感じだけど。さっきの穴、これ？あ、これかな？あ、あそこの。多分、ちょっと青っぽい感じの。あれじゃないかな。うん、びっくりした。めっちゃびっくりした。あれは入っていけんのか。あー、いけなさそう。あれ、なんかおる？なんかね、え、ん？気のせいか。ただの、サンゴ的なやつ。あ、これ、歩いていける。全然かん、何あれ？敵？あ、敵だな。敵だな。全然関係ないとこに行きよるかもしれんけど、まあとりあえず気になるけん。あ、黄色い点は何？何かしらあるっぽいやってね。ちょい邪魔。ちょい邪魔。ほら、なんかここに、ん？これ？この岩？なんかこの岩のとこにさ、ほら、黄色いマークみたいなのついてない？え、なんなんやろ、なんかあるんかな、これ。え、別に何もないけど。え、別に何もないし、調べることもできんけど、何？どういうこと？あ、ただ単に、この岩が地図に載っとるだけってことかな。そういうことですか。なるほどね。それでこの町に向かわんといかんのよね。ってことは、多分こっちの方かな。とりあえずキャンプ場に行ったら馬がおるはずやけん、その馬で移動しようかな。じゃないとちょっとね、遠いわ。お、なんかリリパッとおることない、あれ。これ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 よ。どうやらこのソルティアナ海岸には5個の的がまだ残っているようだよ。残り5個の的を全部壊したらここに戻ってくるんだ。そしたらナイスな景品をあげちゃうからね。ボーガンを愛する者ならできるはずさ。
さあ、それ行け。ズバッ、ズバッ。こいつずっとついてきたのかな。どこの島に行ってもついてきたのかな、怖っ。ルーラー使えるとか。しまって、馬、あれあれ。はい、馬のお呼び出しを。よし。よくした、一瞬これ。私なんか耳が生えとるみたいな。これで、こっちの方向に行かんといかんかったよね、確か。こっちの方向に、そのソルティコの街が、いいね、なんかその乗ってない感じ好きよ。乗ってない感じ好きよ、なんか。あ、あれかな？城下町ってこと？ソルティコの街って。そういうことかい？あっちにもなんか建物あるけど、あ、でっかい街なんかな、もしや。なんかこのスライムのさ、頭に手を置いとる感じいいね。見えない。ソルティコの街。うい。え？ソルティコの街、どれ？これ？ん？これか？あ、これやね。合っとるね。はい、行きまーす。あ、ここでも馬呼べる。オッケー、オッケー。ほい、あっという間に。あっという間にソルティコの街に到着。あ、いいね。めっちゃ綺麗じゃない？いいね。お、カジノがある、カジノが。あ、なんかすごい、自然に囲まれた場所。ね。こんな都会っぽい感じやのに、超自然に囲まれてる。あ、私ちょっと花摘みしてくるわ。あっちに綺麗な花畑があったのよ。街の外で待ってるから、終わったら呼んでね。やっぱりこの街にきっと何かあるんよね、これ。顔が怖いもん。一体どうしたのかしら、シルビアさんたら急に。ジエゴデン？ジエゴ殿か。は、この町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとしよう。人の名前よね。そうそう、わしがユグノアの前王であることは、ジエゴ殿に教えてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。ここでは旅人の労働しておる。そんなわけで、そのように話を合わせてくれ。よろしく頼むぞい。おー、なんかおじいさん器用やね。ウィンクできるんや。若くてもできん人いっぱいおるのに。あの辺の壺割れるかな。まずそういうところを見る勇者って嫌やね。お、清めの水。やったー。ゲットー。ん？そしてなんて言ったっけ？なんて言ったっけ？どうしたのおじいさん。おじいさんじゃなかった。チキショー、もうやってらんねえよ。カジノでまた負けちまった。金がどんどん減っていくぜ。冴えない人生からの一発逆転を夢見て、デルカダールの仮想から来たってのによ。余計に冴えなくなってる気がするぜ。それはしょうがないね。あ。これより先は町の名士、ジエゴ様の屋敷。屋敷に入るのは一向に構わぬが、妙な真似はしないでくれたまえ。あ、構わんのや。かも、庭綺麗、めっちゃ綺麗。お花つむ、あ、積んだらいかんか、これ人んちやし。でもここでめでてればよくない？ね。この地で修行を積んだグレイグ様の故郷は、ずっと北東にある、バンデルフォンという今はすでに滅びてしまった王国なんだよ。聞くところでは、バンデルフォン王国には、紫色に光り輝く宝玉があったそうだね。今もあの辺りで眠っているのかな？あ、それ多分、必要なオーブだわ。ね。ありがとう、貴重な情報。そして猫。猫、かわいい。見えないから。あ、どうも。どうも。とりあえず挨拶だけ。猫やけど。何やってんの？修行？あ、めっちゃちっちゃい子までおる、かわいい。こりゃー。はぁ。ここの訓練は厳しいけど、憧れのグレーグ様に少しでも近づけるように頑張るんだ。かわいいな。顔はちょっと怖いけど。ジエゴ様が見てないからといって、手を抜いたりしたら許さんからな。さあ、気合を入れろ。ん？なんだ、そなたは。もしは一緒に訓練したいのか？私の指導は厳しいぞ。わっはっは。あの人がなんか教官か何か。え、これ、教官に勤めてる人とかじゃない？違うの？兵士？そりゃ、うりゃ。ちょわー。掛け声だけは。掛け声だけはいい感じやけど。あ、この建物かな？多分。よし。てか、自由に入っていいっていうあたり、ちょっとあれよね。警護はそんなに厳しくない。どうも、羊さんかな。これはこれは、ロー様。お久しゅうございますな。今日はお連れの方もお見えで。この人？
あ、違うね。セザール殿もお元気そうで何よりじゃ。ところで、ジエゴ殿に用があるんじゃが、おるかの。あいにくですが、ご主人様はデルカダール城に、剣術の講義に出向いておりまして、しばらくご不在です。マジか、デルカダール行ったの。ふん、それは残念じゃの。各地の歴史や文化について、久しぶりにまた語り合いたかったんじゃらな。老様の見識の広さに、ご主人様は感銘を受けておられました。老様と会える日を楽しみにしておられましたよ。では話はまた次の機会にするとして、ジエゴ殿がいないのであれば、代わりにセザール殿に頼むとしよう。あ、誰でもいい。実はさらなる剣門を広めるために、外界に出ようと思っておってな。水門を開けてほしいんじゃが、頼めるかの。お、それは何？あそこじゃなくてよかった。もちろんでございます。他ならぬ老様の頼みを断っては、私がご主人様に怒られてしまいますよ。あ、ここの頼みなら全然 OK ってこと？それでは私が水門を開けておきますので、皆様は船に乗って水門の前で待っていてくださいまし。片付けないの、セザール殿。ジエゴ殿にもよろしく伝えてくだされ。やった、本人おらなくても全然いいや。私が水門を開けておきますので、皆様は船に乗って回路をおとたどり、水門の前まで来てくださいまし。皆様の船でしたら、ソルティアの海岸の船着き場にありましょう。船に乗ったらぐるっと右手に回るんですよ。要は、さっき降りてきたところに、また戻ればいいということよね。めんどくさいけど。めんどくさいけど。さあさあ行きましょうか。とりあえず、ん？入り口は？ここかな？出口。合ってます？まあ、多分あれが出口なはずよね。こんなとこ通ったっけ？あ、この辺でなんかイベントがあったけん。イベントがあったけん。ってことかな。あ、その辺の花を摘み寄るってこと？シルビアさん。花摘めるような状況じゃなくね？なんかめっちゃおるんやけど。で、シルビアは？いるの？もう。おるってことかな。その辺やりとりないんすか？その辺のやりとりないんすか？まあ、じゃあとりあえず、ソルティアの海岸に向かおうかな。ソルティアの海岸？あ、まあ要は海岸の方行けばいいってことよね。適当。あれ？そこ通れたっけ？あれ通れんよね。ここじゃないな。向こう側か。ちょ、待って、私どこ通るよ、マジ。すごいわけのわからん。わけのわからん感じの場所に。こっから下降りれる？いや、降りれんよね。街でかいな。ちょっと待って、ソルティアの海岸どこ？あ、あっちからか。あっちから降りるんか。ちょっと待ってね。わかった、わかった。あれ？これさっきと同じ場所じゃない？あ、やっぱここ通れるんか。やっぱここ通れるんか。なるほどね。はいはい。オッケー。あれさっきこんな短かった？あ、そっか、向こう側に行ったけんか。はい、降りる。うぃー。アリスちゃんただいま。ずっとアリスちゃんここおったん。てか、でか服。船でか。何あの船。あれが自分なのかな。船乗って出発するでかすか？ほい。直接陸につけてないってこと？ぐるっと右に。右？右とは。あ、そっか。このまんまこっちに行けばいいってことか。あ、なるほどね。で？あ、こっち？そして、ここ。あ、オッケーオッケー。細かく回ればいいわけね。はい。着いた。さあ、で、この水門をちゃんと無事開けてくれるよね。オッケーオッケー。おお、見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。どうもー。あ、結構小さいな。何も起こらん、大丈夫。おっ、いや隠れれてないし。おや、あの方は。この人に何かあるってこと？シルビアさん。隠れれるわけなくない？シルビアさん一番でかいし。もしかしてあの家の息子とか。大海原へこぎ出す勇者。それでこの町の水門を開け、大海原へとこぎ出した勇者に送られる称号。
よし、じゃあこのまんま。で、どこに向かうんだ、これは。まあ、とりあえず、目的地があったらまたびっくりマークが出るでしょう。出るでしょう。おー、びっくりした。ドラゴスライム、かわいいね。やっつけるけど。まあ、多分そのうち、シルビアさんの、ね、わけもいろいろ聞けるんじゃないかなと。なんやろ、会えん理由はやっぱり、お姉だからということですか？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。